後期クイーン的問題は、推理作家のエラリー・クイーンが表した、後期作品群に典型的に見られる二つの問題の総称。後期のエラリー・クイーンシリーズの問題の意。推理作家、ノリズキ・リンタロウが、論文、初期クイーン論で、ギリシア質疑の謎、Y の悲劇、シャム・フタゴの謎といった作品について分析する中で指摘した問題である。なお、 のりづきの論文の段階で、後期クイーン的問題という子は使われておらず、この後の出生は定かではないが、諸岡拓馬は、葛西清の評論が、その流通のきっかけとしており、葛西が連載、本格探偵小説の第3の波第7回において、のりづきが提起した問題を、後期クイーン的問題と呼んで扱い、また、探偵小説論2として書籍化した際に、 高菊因的問題と題した章を設けたことによって、この名称が推理小説ジャンル内に定着していったとされる。火災のほか辰巳正章、小森健太郎、飯城雄造など多くの評論家がその論考において、この問題に言及している。またこの問題に意識的な実作も多く書かれるようになり、1990年代後半以降のミステリシーン、特にいわゆる、 新本格ミステリーにおいて大きな影響を与えたとされる。初期クイーン論でのノリズキが空谷ゆきとに依拠し、形式化についての議論とゲーデルの不完全性定理にちなんだゲーデル的問題の枠組みを援用して論を進めたことから、この問題が探偵小説におけるゲーデル的問題などと呼ばれることがある。しかしこれに対してはゲーデルの論と 後期クイーン的問題には、隔たりがあり、推理小説への援用には、不正確な点があるとの批判がある。ノリズキも、議論のこのような側面は認識しており、初期クイーン論において、カラタニのゲーデル理解や不縁について、危うさを感じざるを得なかった、エピゴーネンたちによって、アニーなメタファーとして一人歩きし始めたと述べた、ノエ・ケイ,イチの文を引用している。作中で探偵が、 最終的に提示した解決が本当に真の解決かどうか作中では証明できないことについてである。つまり推理小説の中という閉じられた世界の内側ではどんなに緻密に論理を組み立てたとしても探偵が唯一の真相を確定することはできない。なぜなら探偵に与えられた手がかりが完全に揃ったものである、あるいはその中に 偽の手がかりが混ざっていないという保証ができない。つまり、探偵の知らない情報が存在することを、探偵は察知できないからである。また、偽の手がかりの問題は、いわゆる、操りとも結びつく。すなわち、探偵が論理によって犯人を突き止めたとしても、その探偵、あるいは名指しされた犯人が、より上位の犯人に操られている、可能性は常に存在する。 このように、メタ犯人、メタメタ犯人を想定することで、推理のメタレベルが無限に積み上がっていく恐れが生じることがある。作中で探偵が神であるかのように振る舞い、登場人物の運命を決定することについての是非についてである。探偵はそもそも司法機関ではなく、犯人を指摘する能力はあるが逮捕する権限はなく、探偵が捜査に参加することあるいは犯人を指摘する。 ことにより、本来起きるべきではなかった犯罪が起き、犠牲者が増えてしまうことへの責任をどう考えるのかという問題である。また、名探偵の存在そのものにより、事件が引き起こされるケース、あるいは、探偵が捜査に参加することを前提として、計画された事件が起きるケースなどとも絡んで、議論される。作品の外部構造の関係性から生まれる第一の問題から、 作品内の内部構造の関係性から登場人物のアイデンティティに関わる深刻な葛藤、第二の問題が正規される。この後のもとでの議論の分類について、ノリズキは2006年に以下のように発言している。議論のレベルもいくつかあって、偽の証拠、偽の解決が用意され、真相は、K の中では決定できないという問題が一つ。それといわゆる、 操りの構造にまつわる議論ですね。あともう一つは、探偵が事件の中でどんな立場に置かれるかという、倫理的な問題。それらは別の話ではないかと、小森健太郎さんに指摘されたんですが、確かにその通り、現代思想1995年2月号特集、メタミステリー書室。野生時代1996年4月号、講談社文庫版後書きで、 いわゆる高菊委員的な問題に SF 的な解決がつけられないものかと述べている西澤康彦完全無欠の名探偵作中で高菊委員的問題に言及する日川通最後から2番目の真実などあやつじゆきとセッション1 0ウィズ竹本健二、セッションあやつじゆきと対談集など探偵小説論 2P205 でも探偵小説形式は ゲーデル的問題に直面しという記述が見られる。諸岡、小森健太郎、探偵小説の論理学など、ゲーデル問題問題研究会実情、ありがとうございます。